横綱、千代の山、千代の富士記念館は、北海道正木郡福島町麻生福島190番地に、ある福島町立の千代の山正信と千代の富士三次の記念館である。道の駅横綱の里福島が併設されている。1997年4月に開館。北海道出身初の横綱、千代の山と、その弟子の横綱、千代の富士が、 同じ福島町出身であることを記念して建てられた。後に、幕内力士となる一山本大生が一時期、相撲指導を、コーチを行っていた。記念館の前には、本場所でおなじみの矢倉と、力士登りが建てられ、入り口へ向かう階段を登ると、千代の山、千代の富士の銅像がある。これはミニチュアを製造してもらうこともできるが費用は60万円だという。両横綱は、 化粧回しと綱を締めての中断の構えという、現実にはあり得ない姿をしているが、この形になった理由は不明。館内には、千代の山敷筆の九十部屋の初代看板、二人が実際に使用した横綱山足、そして両者の全小額などがある。実際の九十部屋を再現した稽古土俵もあり、1時間510円で使用できる。この九十部屋稽古土俵は、 夏に九十部屋の合宿で使用することがある。館長は福島町長。千代の富士の実施である小笠原里子が副館長を務めている。横綱、千代の山、千代の富士記念館条例。ありがとうございます。